皆さん、こんにちは。マーキーです。今回はね、ジェダイトリックという新しいマウスカノンの決め方についてご紹介していきたいなと思います。今回紹介するマウスカノン設定方法は、普通の方法とはかなり違うので、最初戸惑うかと思うんですけれども、私自身トラックエイムがかなりね、この方法によって楽になりましたので、ぜひね、マウスカノンで悩んでいるそこのあなたに届けたい内容になっております。早速紹介していきたいと思うんですが、このチャンネルでは COD 実況プレイのほか PC ゲーマーに役立つ情報を紹介しています。私マーキーを応援してくださるって方は高評価、コメント、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。今回はね、ヴァンガードを使って説明をするんですけども、 Apex や Warzone、 バトルフィールドでも同じように設定ができますので、私の説明を自分が設定したいゲームに当てはめながら設定してみてください。まずはじめにゲーム側でやっておいてもらいたい設定があるんですけども、こちらのモニター距離スケールをモニターに合わせます。この数値の計算方法なんですけども、モニターサイズの横割る縦で出ます。大体の人が16対9のモニターを使っていると思いますので、計算すると 1.7777 って、割り切れない数字になるかと思います。モニター距離スケールは小数点第2位までしか入れられないので、ここはね 1.78 に設定します。こうすることによって腰打ち時、エイム時の感度が大体一緒になります。次に、今現在自分がゲームに設定しているマウス感度をコピーします。私の場合は 9.1 ですね。こちらの方をコピーします。そうしましたらね、動画概要欄にありますマウス感度計算サイトを開いてください。開くとこんな感じのサイトが出てくるんですけども、こちら少しスクロールしまして、こちらのインプットってところまで進んでください。でここのコンバートフロームってところにゲーム名を入れていくんですけれども、まあ、今回はねヴァンガードを使って設定していきますので、ヴァンガードと入れます。はい、設定できました。で、ここの欄に先ほどゲームから持ってきましたマウスの戦士を入れます。そして DPI なんですけども、今現在自分が使っている DPI を入れます。私の場合は1600ですね。で、こちら FOV のところを今現在自分が使っている視野角にします。私の場合は120ですね。あと右側に M 字の設定とか入れられる場所があるので、こちらも入れていきます。COD の場合ですと、M 視野角っていうのがあるので、M 視野角を独立にしている場合はインデペンデント、連動している場合はアフェクティブっていう風に設定してください。まあ、ここまでやりましたら、同じようにこちらのコンバート2も、いじっていくんですけども、コンバートフロームと、DPI 以外全部一緒にしてください。で、ここの DPI は400に設定します。はい、入力を終わりました。そうしましたら、その下に計算結果が出ていますので、そちらの中からそこから DPI を400にした時の方の戦士をコピーして持ってきます。今回の場合ですと 36.4 をコピーします。そうしましたらね、このマウス感度計算サイトでの作業は一旦終わりです。また後で使うので、閉じずに開いておいてください。次にマウスの DPI を400にします。この時に Windows のマウス感度をいじる必要はありません。私の場合ですと、このロジクールのアプリがあるので、こちらの方で DPI を400に設定します。で、なぜここ DPI を400にするかと言いますと、まあ、これからね、トラッキングをしながらエイム感度を合わせていくっていう方法をしていくんですけども、この DPI を1600とか3200とかにしておくと、反応速度が速すぎて、計測が少し難しくなるんですよ。なので、ここは一旦400にして、ゆっくり検証できる環境を整えます。そうしましたら、ゲームの方に戻っていただきまして、先ほどね、計算サイトで出したマウス感度をこちらに反映します。で、36.4。に設定します。そうしましたら、次に動画概要欄から PSA メソッドっていうねサイトを、載せておきますので、そちらを開いてください。こちらですね。ここからね、こちらのサイトを使いながらマウス感度を調整していきます。最初にね、このスターティングセンシビティっていうところに、先ほどゲーム側に入力しましたエイム感度を入力します。私の場合ですと 36.4、同じ数値を入れていきます。そうしましたらね、一度プライベートマッチを開いていただきまして、まあ実際ね、ゲームの方をね、プレイしていくんですけれども、まあマップは何でもいいですね。ゲームルール、いろいろ検証する時間がかかるんで、無制限とかにするといいと思います。で、ここでね、Apex とか Warzone しか持ってない人はどうすんのっていう話なんですけども、まあ Apex でしたら射撃場とか、Warzone だったら訓練場などがあるかと思いますので、そちらの方を使ってください。マップに貼りましたら、まず目印を一つ見つけてください。こういう角がいいですね。そうしましたらね、この角に思い切り近づいていただきまして、で、この角を中心に90度、こんな感じでね、回転してもらいます。
回転しながらだんだん離れていきます。トラッキングの動作です。だんだん離れていきます。で、この時の感想として、もっと感度を下げたいなと思いましたら、こちらの先ほどの PSA メソッドに戻っていただきまして、こちらの右側に表があるんですけど、このロワーっていう方の 18.20 っていう数値が出てますので、こちらの 18.28 をコピーしていただきまして、マウス感度に設定します。そうしましたら、またね、角の方に近づいていただきまして、先ほどと同じようにこの角を中心としながら90度マウスをね回転させながらだんだん離れていくトラッキングの動きをやっていきます。はい、こんな感じですね。で、この時ローワーで出た数字がどちらかといったら操作しやすいなと思いましたら、こちらの左のイテレーションっていうところのローワーっていうところを選択してください。逆も同じです、感度が高い方がいいなと思う場合は、こちらのハイヤーの数字を選んでいただきまして、こちらをコピーしてゲームの方に持ってマウス感度を変更します。そしてね、同じようにね、この角を中心にこんな感じでトラッキングをしながらだんだん離れていくっていうね動作をします。そしてどちらかといったら戦車はもっと高い方がいいなと思いましたら、こちらのイテレーションのところをハイを選んでください。で、ベースがちょうど良かったよっていう人は、まあどちらかといったらもうちょっと感度が高い方がいいなと思ったらハイヤー、もうちょっと感度低いなと思ったらローはみたいな感じに、まあ、必ずねローかハイで選ぶようにしておいてください。そしてそういうイテレーションを選択しますと、こんな感じで行が1行増えます。こちらのベースの方を一度コピーしていただきまして、マウス感度の方に設定します。そしたら先ほどと一緒です。ここの角を中心としながら、こんな感じでトラッキングをしながらまたね離れていく、90度回転しながら離れていくっていうのを繰り返します。そしてこの時に、まあ、どちらかといったらまだまだ感度が高いなと思いましたら、こちらのセンシビティのローワーの方をコピーしてマウス感度の方に設定をする。そしてまたここの角に近づいてトラッキングをしながらだんだん離れていくっていうのを繰り返します。で、この時の気持ちとして、まあどちらかといったらもうちょっと戦士低い方がいいよねって思ったら、またローワーを押すみたいな感じの流れを7回繰り返します。この調整結構めんどくさいと思うんですけども、直感で大丈夫ですので、イテレーションを必ずローかハイを選択して、こちらの7番までやっていきます。そして私の方も7回繰り返したんですけども、そうしますと表の下の方にこのパーフェクトセンシビティっていうのが出てきます。こちらの方の 19.19 っていう数字が、まあ、この次に必要になってきますのでコピーします。先ほどのマウス感度計算サイトに戻りまして、今度はねコンバートロームの方を DPI を400にします。で、コンバート2の方を元の DPI に戻します。私の場合は1600ですね。で、そしてこちらのコンバート2のセンシビティのところに、先ほどの 19.19 パーフェクトセンシビティからコピーしてきた 19.19 を入力します。そうしましたら下の方に計算結果が出ていますので、こちらですね、4.798 ってちょっと中途半端な数字なんですけども、 4.798 をコピーしてゲームの方に戻りまして、マウス感度に貼り付けます。まあ計算されて 4.8 になってしまったんですけれども、まあそれで大丈夫です。そうしましたら一番最後に DPI の方を戻します。私は1600だったので1600に戻します。はい、これでジェダイトリックを準拠にしたマウス感度の設定が完了です。まずはね、このマウス感度に慣れるためにボット押しなどで体を慣らしてみてください。最初ね、慣れるまでめんどくさいと思うんですけども、まあ、今回設定した感度に慣れるとトラッキングはね楽にできるようになるということが実感できると思います。マウス感度あまり合ってない気がしたんですけども、まあ、トラッキングはねかなり楽にできるようになったのはすごく感動しました。まあ、今までねミリでずれたりとか、マウスが先走っちゃってエイムが合わないみたいなことが結構あったんですけども、まあ、それがねかなり軽減されました。このジェダイトリックは本物だと思いますので、ぜひやってみてください。今回の動画は以上です。こちらの動画が良かったよって方は高評価、コメント、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。以上、マーキーでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。